皆さんこんにちはこれより東京都板橋区立上板橋第四小学校の成果発表を行います私は研究推進員の高山正人と佐藤和樹ですどうぞよろしくお願いいたします本校の研究主題は ICT を活用した思考力判断力表現力の育成ですサブテーマはシンキングツールの効果的な導入によってとしました 私たちは児童が体験から感じ取ったことや考えたことを具体的に見えるようにするためのツールとしてシンキングツールと ICT 機器を使うことにより思考力判断力表現力が育てられるのではないかと考え本研究をスタートさせましたシンキングツールとは児童が既に持っている知識や情報を一定の視点や枠組みに従って書き出したり表したりするツールのことを指します 本校では Y チャートなどのテンプレートを紙に印刷したものをマップと呼びこのマップとホワイトボードとタブレットを合わせてシンキングツールと呼んでいます一年目の取り組みについてです私たちは思考力判断力表現力を育成していくには児童一人一人の頭の中にある思いや考えを見えるようにすることつまり思考の可視化が大切になると考えました そのために必要なものとしてシンキングツールを活用し始めました初めは以前研究していた言語活動のようにシンキングツールも毎回の授業の中にすぐに導入できるものと考え使い使っていきましたしかしシンキングツールは毎回の授業で使えば良さが出てくるというものではなかったのですむしろツールがない方が良い場面もありましたそこでで先行研究である 思考スキルに焦点化した授業設計のためのパンフレットを参考にシンキングツールについて考え直しました単元の中のどの場面でどの思考スキルを狙いそのためにどのシンキングツールを使えばよいかが少しずつ分かってきました1年目はこのような考えを身につけたくさんのシンキングツールを取り入れた授業を計画し実践していきました成果としては中間発表で報告させていただいたように次の3つがあります1 単元の中の中思考に適してている場面が分かってきたこと2児童が学習活動やその他の活動の中でマップやホワイトボードを自然に使い始め児童同士で意見交換をしまとめるという活動が見えてきたこと3タブレットはシンキングツールとしての活用が有効であるということが分かってきたこと以上を踏まえ研究2年目に入りました。 2年目の研究のスタートはシンキングツールには慣れてきたけれど次の段階へ行くにはどうすればというところからでした1年目のような手順で考えられた授業を行えば必ずしも児童の思考が深まったり高まったりするわけではありませんでした児童の考えが整理された枠に書かれているだけそんな時もありましたそこで次の段階への道筋を示していただいたのが 本校のアドバイザーでもある中川先生でした中川先生からの助言は大きく三つありました一つ目はシンキングツールの焦点化です一年目はツールの特性を教員が理解するために数多くのシンキングツールを取り上げて授業を行ってきましたより具体的に思考力判断力表現力を育むためには 考える技法を学年に系統的に位置付ける必要がありましたそこで使用頻度が高かったツールや有効性が分かってきたツールを6つに焦点化し2年目の研究を進めることにしました研究の進め方として授業においてシンキングツールを使用した際に記録をつけていくという取り組みを行いました学年や教科学習場面使ったツールそして感想を 全教員で記録し続けツールの有効性や段階性を本校なりにまとめ見極めていきました二つ目は思考の共有化です思考の練り上げは一人で行うのではなくみんなで話し合うことが重要になりますそのためにホワイトボードとタブレットを使いました児童同士が互いに説得し納得させるといったコミュニケーションも活発になり情報や接中案 新たな考えを生み出すことにつながっていきました見えるようになった思考を手がかりにみんなで話し合い新しい感覚を練り上げる様子を中心にエピソードとして記録を取っていきました記録を積み重ねていく中で思考の共有化のためのツールとしてホワイトボードとタブレットは有効な活用有効なツールであることが分かってきましたホワイトボードはマップと同じく 書くというアナログの思考で思考考ででさせるツールです何も書いていない真っ白なボードにどんどん書いて決してはまた書けるという特性から児童が積極的に使うことができましたホワイトボードの活用において著しく児童の様子が変わったのはイーゼルを用いてホワイトボードを立てた時です立てることで写真のように話し合う児童の顔があり上がり全員が 同じ方向から見られより活発な話し合いが生まれましたまたただ書くだけでなく発散収・収束・活用という使い方を用いたところより深い思考の練り上げが見られるようになりました本校における発散とはテーマに沿って各自が持っている情報を出し合い広げて深めることです収束とは軸を決めて話し合い構造化をすること 活用とは具体的な行動や結論を出すことを示しますさらに高学年になるとホワイトボードの中に自分たちで選択したマップを書き入れ考えを広げたり整理したりする様子が見られました次にタブレットですマップやホワイトボードを活用する際にタブレットをうまく組み合わせることでより効果的に使うことができました 本校ではタブレットをドリル的なソフトを入れて使うのではなく写真やビデオを撮影する録音するまたそれらを使って表現,を表現するという特性を生かし体育音楽理科の授業において有効に活用し紙ではできない思考のツールとして使用してきましたタブレットの数は1人1台なければならないというのではなく3人程度で1台やグループで数台を使いました 作り上げた自分たちの主張を録画して再生したりタブレットと電子黒板を連動して学級全体で話し合ったりすることで児童同士の話し合いがぐんと活発になりました3つ目は2年間の研究の成果をまとめ提案する形に提案できる形にすることです内容としては焦点化したシンキングツールをどの教科のどの場面で使えるのかというバリエーションについて整理すること次に ツールを使ったときにうまくいったことうまくいかなかったことを記録し本校なりに考察をすることそしてその記録をもとに学年や経験に見合ったツールの活用を提案することでしたそこで本校の研究の成果物としてシンキングツール活用レベル表を作成しましたお配りさせていただいた資料が 活用レベル表になります実際にシンキングツールを授業や単元の中に組み込み授業をされる際の参考にしていただければ幸いです今回の研究の成果を測定するにあたりアンケート調査を年2回実施いたしましたこれはシンキングツールや ICT 機器を使いながら学習を積み重ねてきた6年生の調査結果ですいくつかの中からぴったりなものを選ぶ項目については「 5月が 50%12 月が83%という結果が出ていますこれは一部の結果でしかありませんが他の多くの項目でも肯定的な回答割合が伸びており児童の学習に対する意識を変えることができたのではないかと考えていますこのように私たちは ICT 機器やシンキングツールを活用するところから2年間の研究をスタートしましたしかし活用といっても教師が授業において児童に何を考えさせたいのか 何を話し合わせたいのかといった意図を明確にすることが大前提であるということを改めて確認しましたそして本実践研究のように ICT 機器とシンキングツールを授業に組み込んでいくことで従来の授業を変え新たな授業をデザインしていくことが今後のアクティブラーニングに向かっていくことではないかと考えています最後にこのように実践研究の場を与えてくださったパナソニック教育財団の皆様 さまざまな場面においてご指導し,してくださった、本校アドバイザーの中川先生はじめ、講師の諸先生方に感謝申し上げ、本校の2年間の成果発表を終わります。ごご聴ありがとうございました